毎度いつもありがとうございます。ヒッシーでーす。ドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活せよ、実況始めていきたいと思います。初ですね、第1回目ということで、これ第1章メルキド編ですね。メルキド、ドラクエ1でゴーレムがおったとこですね。3もおったんかな。あんまりちょっとわからないんですけども、1はかすかに記憶があります。ゴーレムが守ってて笛で眠らしてとかしたとこですね。でほとんど今ストーリー進めてないとこなんですけども、結構、ええ感じに、まあ、この辺はまだ未開発ですけどね、まあ、松明やったりだとか、外壁っぽいものを自分で作ってみたりとかね、いろいろやってます。でこちら2階建てとかねやってみたり、結構ねいろいろできます。全然ストーリー進めてないですけども、これぐらいは楽勝でできますね。資材はたくさんいりますけどね。資材というかこの土ですね、これはたっぷり使いますけども、もうほとんど自分で積み上げましたね。この辺は茶色いところとか、まあいろいろできますね。とかあとはそうですね、アホの遺跡とかを作ってみました。これね、世界が平和になったらここ観光地になったらいいのになみたいなね、イメージはそんな感じで作ってます。とかあとはそうですね、下もだいぶ掘り進めてます。地下室作ろうかなと思ってね。よいしょ、これ街の真下です。今ここまだ一番底まであと2段掘れるんかな。2段で、よいしょ、こんな風にね掘っていくんですよ。ここまでですね。あと2段かな。2段は、あとこの下まで行くんで、これ全部、掘ります。でここにもね部屋とか作ったりできるようにしようかなと思ってます。よっ、よいしょ、ね、こんな風に全部で、ここは外なんでね、今ここより一歩中が街の中の状態なんで、一応地下も壁を作っている感じですね。モンスターが入ってこれないようにね。ほい、出ましょうか。で結構ねいろいろできますよ、ほんまに。こっからおもむろに階段を作っていくこともできますからね。こんな風に下横下横、よし、ちょっと待ってね、下横下横、こんな感じでね、よいしょよいしょ。今外ですけどね、これ町に帰ろうとかもできるわけですよ。よいしょ、これ今町の中ですね。もうでまた外ですね。一応どこやろな、こっから町ですね。はじめはもうほぼ空き地しかないような状態でしたよね。ほんでまあ、じゃあこの外壁とかも作る必要ないんですけどね、面白いかなと思って作ってみたところです。アホの遺跡がね、今日も綺麗に輝いてますね。です。あんなアホのオブジェとかも結構、簡単に作れますね。足場を作ってね、こんな風にで足場を作った上で、よいしょ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 、こんな感じでこっから文字を組み立てていけばいいだけの話なんでね。で空中には置けません。ただこのオブジェの横にはつけることができるんで、上にはどんどん進めますね。あと横にもどんどん進めます。で上に行きたければこうするという感じですね。よいしょ、
アホの遺跡があんなに小さくなってますよ。よいしょ。どっかでね上に上がれなくなるんですよ。不思議な力で弾かれたみたいなね。そうそう、大気圏までは行けないですからね。このまんまかなり、でもあ、ここですね。よいしょ。ここは無理みたいですね。この高さまで、ここまでは行けるみたいですね。このままだからあっちまで行くことも可能ですしね。結構高いとこまで来てますね。で、あとここ落ちたら即死です。行きましょうか。よい。153ポイントダメージ食らうっていうね。ヒッシーは力尽きた。はい、復活しました。ういでね、これぐらいでもダメージは受けます。でも4とかですね。低いとこやとそれぐらいです。このぐらいの高さでも、そんなぐらいのダメージは一応食らっちゃうって感じですね。ほい、また4で、一応部屋だけちょっと作りましょうかね。なんか適当にね、もう2段ぐらい壁しといて、でこれでドアをつけると一応空き部屋になるのかな。まだか、松明を置かなあかんのかな。これで部屋扱いです。ほんでベッドとか置いたら、寝室っぽくなるのかな。一応これで、経験値もらえるので、こんなんで経験値稼ぎしてもいいかもしれないですね。ほい、60ポイントですね。経験値に関係するやつかな、ちょっと分かんないですけども、まあこんな感じで、いろいろできますね。これだ、空中に床を敷き詰めてもいいですからね。一応計画では、地下1階の上は3階建てか4階建てぐらいまで、ちょっと敷地を拡張しようかなと思います。言ったこの町の敷地ありますよね。ここは今この上に、1、2、3個ぐらい、2個か3個と、あと下に1個ですね、掘り進めてるとこありましたよね。ここですね、この向こう側です。よっ、あ、行かれへんのか。まあ、この辺にも部屋とかいっぱい作ってね、なんかやっていこうかなとは思います。でまあ、一応実況のメインは、ある程度ストーリーも進めつつ、いろいろ遊んでいこうかなという感じですね。アホの遺跡はお遊び第1弾って感じですね。こんな感じです。よいしょ。アホの遺跡の裏側です。初公開、アホの遺跡の裏側。はい、というわけで、このゲームかなりおもろいですね。ほんま中毒性が高いです。いろんなことできますんでね。まだ全然ストーリー進めてないですからね。それやのにこんなにいろんなことできるってすごいことですよ、これは。よいしょ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 と、街にこんな風に好き勝手に帰ってこれることができるわけですよ。こっちが北ですね。なんでおそらく、よいしょ、できるだけ北に行きましょうか。あの辺竜王の城とかあるんちゃうかな。もっとこっちかな、あの方角かもしれないですけども、ちょっとね、この方法で島を渡ろうとしても弾かれたりします。ちょっとあの正面の島、あそこはちょっとまだ試してないんですけども、向こう側の大陸には行くことができませんでした。なんかまた力で弾かれたってなるんですよね。もしかしたら第2章とかで行けるようになるかもしれないですけどね。まあいろいろめっちゃ自由です。でここ今敵の敷地内なんで、
この細いところにスライムが湧いたりもします。なので、気をつけてくださいね。というか、あー危ない危ない、今はたまたま死ななかっただけぐらいの勢いですね。うん、まあ落ちやすいんで、結構階段とかこんなところに作るんであれば、かなり丈夫にした方がいいですね。こんな風にして、よいしょ、よいよいよいと、こんな感じですね。これをいっぱい作っていけば、かなり頑丈な階段ができていきますからね。まあ、作業するぐらいならこれぐらいでいいと思います。もうね、サクサクやっただけで結構いい感じになってますからね、ここだけ見てもね。はい、なので、今後が楽しみです。ちょっといろいろショーを進めてね、いろいろやれることが増えてくるんじゃないかなと思いますんでね、どんどんやっていきたいと思います。ほい、ではでは、またお会いいたしましょう。さよなら。